さあ始まりましたよ、カジ散歩。はい、今回はスタジアムを飛び出して、なぜかこれテンションが高い。さあ、ここどこでしょう。今日はですね、箕面市にある、箕面ビール工場に来ております。ガンバビール、製造体験イベントということで、今回ねサプライズとしてちょっとイベントに参加したいなと思いますので、たらふく飲んで今日は帰ろうかなと。今日はもう仕事ではありません、プライベートでございます。はい、ありがとうございます。さあ行ってみましょう。カジ散歩。あれ、あ、じゃあここ、え、ここ、え、ここ来たんですか。箕面ビール工場来た。たまたまですね。じゃあ今度あの一緒に参加させていただきます。よろしくお願いします。お願いします。もうすでになんか香りが初めて入りましたよ、ここ。これ一つ一つのこの樽、これは違うんですか。もう種類が全然違いますよね。入ってる中身はね違いますね。確かに急やん。これ足元気をつけてくださいね。これ最初に麦はあのビールの原材料になる大麦ですね。麦芽と言われるもので、ね、まあ、これが一部麦芽のサンプルの本当一部なんですけど、で焙煎したものとか、まあ、お料理と一緒でいろんなものを混ぜて、うん、まあ、最終の形、最終の色とか度数とかあの糖分とかを決めるんですけど、大麦ですね。ちょっと食べていただいて。食べれるんですか。はい、食べれる。アメリカ。あ、はい、美味しいよ。あ、ね、麦って食べれるんですね。麦のまんまだったら使えないので、麦芽したものを私購入してるんです。まあ、それをいろいろ配合してそのビールスタイルに合わせて、麦芽の選定をするんですね、うん。今回このガンバビールのこの作るにあたっての背景でどういう背景あったんですか。非常にクラフトビールが好きな担当者さんがいたんで。そこそこ。これ楽しみですね。はい、いやいや、もうそう、皆さん参加していただいてるから失敗できないなと思って。一部なんか体験させてくれるんですか。今日はあの皆さんにちょっとお手伝いいただいて、あの私たち、まあ、年間で結構桃とか柚子とか昨日は柚子も取れるんで、うん、あのフルーツ使ったビールも結構作るんですけど、はい、あの今回はもうグレープフルーツちょっと爽やかな5月に合わせてなので、ベースビールは単色で、まあ、4% ぐらいの軽めの仕上がりで、でそこにグレープフルーツを使いたいなと思ってるんですね、はいはい、グレープフルーツをこうカットする作業を手伝っていただくかなと。皮と果汁を分けたいんですね。でなるべく白い皮のところはあの渋みが出るとか色が出るので、はい、なるべくあの外の薄皮だけを黄色い部分を切っていただいて、中身はちょっと絞っていただいて、やりましょう。美味しい、美味しい酒飲む前はやっぱりやらないとね、仕事ね。はい、今回はですねちょっと公開練習ということで、あの練習を拝見させていただこうかなと思いまして、今急遽グラウンドに来ております。あまりグラウンドには出たくなかったんですけど、雨です。でも雨の中選手は頑張っておりますので、カジ散歩頑張りたいと思います。いや、多分あの5対5でフリーマン置きながら、あのボールポゼッションですね、ボールキープですね、の練習はやってると思います。今ガンバまあね、ポジション率は高いので、まあ、そういう中でしっかりと自分たちでボールを握りながら前進していくという多分練習だと思います。キーはやっぱりフリーマン、今5対5プラスフリーマンっていうので、あの1人フリーマン、両チームとも入れるフリーマンがいるんですけど、まあ、そこの選手をどれだけ見れるかっていうところと、あとフリーな状況の選手をどれだけ見れるかっていうところはまあ大事になってくる。あの数的有利なところを、あの試合ではね、あの真ん中なのかサイドなのかっていうところのこの見分ける判断力であったりパスワークっていうところを多分試されてると思います。あ、でも両、自陣での守備でのボックス内の守備と、あと攻撃の時のそのボックス、相手の中のボックス、両方経
結構意識しますね。あとは縦へのロングボールっていうところはワンバウンド目がこうスリッピーになるんで結構伸びやすいんで、その辺の距離感、落として伸びた時にちょうど出ないぐらいのそのボールをどれだけ相手の背後に落とすかとか、まあロングフィードの時ですけどねは気をつけてますね。まあボックス内、守備でのボックス内はやっぱクロスとかワンバウンドとか来た時にあんまり大振りしないっていうことはここ心がけて、面で当てるっていうところは心がけましたし、まあ、あとは攻撃の時はやはりこう速いグラウンダーのボールとかやっぱワンバウンするようなキーパーとディフェンスラインの間に落とせるようなボールを流し込むことは意識してましたね。まあ、相手にとったらねかなりディフェンスしづらいんで、まあ、そういうところは意識したのかなと思います。ピンガーで一番美味しい中はどうするんですか？絞って果汁にして、果汁もちょっと殺菌してから使いますので。果汁も殺菌するんですね。手間かかりますね。はい、僕こんな簡単なんでいいですか？うわうわうわ、出る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 、でもこれなんかこれもったいないから最後まで絞らんですね。いやこれ難しそうですね。そっちこっちめっちゃ簡単っすよ。これもまずだけでいいですから。これアルコール入ってないですね。はい、しみんなあんだけ大変な仕事してるの、俺だけこんななんか。先を見ないです。もう先を見ないです。もう。めちゃめちゃ早いな。できたら長め。長めの方がね。うん、皆さん風三本見てくれてますか？見てます。ありがとうございます。からオープニングの終わりましたね。はい、あ、散歩じゃなくなりましたね。じゃあちょっと僕結構向いたんで。疲れ様です。はい、あ疲れた。仕事やったな。仕事やったなこれ。仕事だいぶやった。ね、一方これです。この地道なこの作業がガンバビールにつながるんですよ、皆さん。そうですね。先長いです。お父さん、頑張って。もうちょっと手伝ってくれない。ここでどれぐらいのあれ作るんですか？何リッター？1回にあっちが3000リッターなんですけど、これは6000リッターの発酵タンクなんで、2日に分けて同じビールを仕込んで発酵させてる。それ以外、こっちは3000リッターです、ね。まあ、トータルで言ったら6000リッター。全然わかんない。これ、でも月々どれぐらいの売り上げになるんですか？あ、でも会社も声を大きくしていたやつ、はい、酒税が高いです、ほとんど。酒税が高いそうです。私たちやったら330ミリの瓶ビールで、はい、73円が酒税で、はい、え、そうです。そんな、だからみんなビール飲んでくれる人は高額納税者です。そこから原料とかいろんなものを入れてるんで、だからね、結構量取らないと思う。なるほど。自転車操業でこういうことやな。うわぁ、俺絶対儲かってんねやろなと思いながら、もう関西の人好きやからね、そういう話。他の話、うん、はい、ガンバビール製造に携わってもらったこのねガンバビールがなんとスタジアム場外の飲食エリアにね発売されるということで、5月3日のダービー戦、5月20日の横浜 F マリノスですね、あと6月の11日 FC 東京戦、6月24日の鹿島アントラス、この4試合でこのガンバビールが発売されるということで、皆さんぜひ足を運んでガンバビール、飲みに来てください。よろしくお願いします。
ました。乾杯。スタジアムで発売されるときは、皆さんの顔見たら、あ、ビノビール作った人たちだ。おいしい。いい仕事。